さんこんにちは、ヨワラ研究所所長の石原です。今回は大人になってからピアノが習得できるのかというお話をさせていただきます。これは習得というのがどの程度のものなのかっていうところにもよるんですけれども、僕はできると思います。で、大人になってからピアノを始める上でいろいろ大変なことっていうのがあると思うんですけれども、まあでも音感だったりとかリズム感だったりとか、そういったことってトレーニングによって何とかなると思うんですね。もちろん絶対音感をつけるとかそういうことは不可能かと思うんですけれども、リズム感だったりとか音感だったりとかっていうのはトレーニングによって何とかなるんですよ。僕自体もね、実際そんなに音感はねいい方ではないんですけれども、まあ聞いた音楽時間をかければ取れるっていった感じです。で、大人になってからピアノを始める上で何が一番大変かっていうと、テクニックをつける演奏技術を高めることだと思うんですね。で、なんで大人になってから演奏技術をつけることがそんなに大変なのかっていうと、やっぱり体力っていうのはね、年齢とともに落ちていくんですよ。子供の時みたいに年齢とともに上がっていくわけではないので、その中でこのフィジカル的な技術をつけていくっていうのは、かなりの努力が必要なんですね。で、僕自身ピアノを始めたのが16歳の時なんですけど、これが遅かったのか早かったのかっていうのはちょっとわからないんですけれども、ピアノを弾くっていうのはやっぱり最初とても大変なことでした。それはなんでかっていうと、ピアノを弾くっていうのは指をバラバラに動かさなくてはいけないんですね。で、ピアニスト以外、人生で生きてて、指をバラバラに動かすことってあります?おそらく、ほとんどの人は指をバラバラに動かすってことはないんじゃないでしょうか。で、なんで指をバラバラに動かすのっていうのがそんなに大変なのかっていうと、本来人の体っていうのは指をバラバラに動かすようにできてないんですね。脳から指令を送る上で、指はどうやらバラバラに動かさない方が都合がいい、脳への負担が軽いらしいんですよ。でもピアノを演奏する上で指っていうのはバラバラに動かさないと演奏できないですよね。なので、ピアノを演奏するために、その人間の体の構造的な部分を練習によってぶち破っていかないといけないんですよ。なので、大人になってからピアノを始める上でテクニックをつけるっていうのは非常に大変なことなんです。で、やっぱね、クラシックの演奏とか聞いてたと思うんですけど、やっぱ音がすごいですよね。ブワーってもうブワーみたいな、テクニックのブワーみたいな感じで、もうやっぱすげーなーって思うんですよ。で、やっぱあれをね、大人になってからピアノを始めた人で、あれをするのってやっぱなかなかね、ハードルが高いなって僕は思うんですよ。まあね、もちろんね、できる人っていうのはもう努力によってそういうことできちゃうと思うんですけれども、やっぱなかなかああいうのって敷居高いなって僕思うんですよ。で、大人になってからピアノを始める上で、めっちゃおすすめなジャンルっていうのが、個人的にあるんですよ。それが何かって言ったら、ジャズです。で、ジャズがおすすめな理由って、ジャズっていう音楽って、クラシックと違って、そんなテクニックにね、依存しないんですよ。ジャズが一番大事にしてることっていうのは、オリジナリティなんですね。なので、その人のセンスがすごく大事なんですよ。で、音も、まあ、好き勝手弾いていいので、まあ、自分が押したい音を押せばいい。自分ができるテクニックの範囲内で、最高にかっこいいものを作り出せるんです。で、僕のチャンネルではジャズの歴史的な部分もお話ししてますし、まあ、ジャズっていうのがこんな音楽だよっていうコンテンツも作ってるので、まあ、ちょっとね、興味がある人はぜひとも見ていただけたらと思います。今回の動画ではなぜピアノを大人になってから始めるのが難しいのか、その理由と、あとピアノを大人になってから始める人におすすめなジャンルをお話しさせていただきました。ヨワラ研究所ではより良いコンテンツを作れるように頑張っていきます。この動画が少しでもいいなと思った方は、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ヨワラ研究所でした。